ペリカン手術をすると睡眠時無呼吸に効くんじゃないかと思っているのですが、っていう質問をいただきました。これはですね、このネックリフトに呼吸がしづらいなどの症状はあるという動画に対するコメントなんですけども、基本的にはフェイスリフトっていうのは首をこう引き締める、ギュッと引き締めて首をちょっと、まあ、若干締める手術になりますので、こう外側でこうキュッと締めた組織はですね、まあ、喉の方に行きますから、若干その呼吸が苦しくなる、軽く首が締まっているような状態になりますので、外見はすっきりするんですけども、その中の方はちょっと狭くなる可能性があるというので、呼吸がしやすくなるってことはないですよ。このペリカン手術っていうのもですね、基本的にネックリフトの一つの手技になります。この辺の、筋肉を引き締めるってことですね、脂肪を取ってですね。でこれは、同じくですね、睡眠時無呼吸には効きません。で睡眠時無呼吸の人っていうのがこの辺で肉がついていて喉を圧迫していると、でここがすっきりすればこの圧迫は取れるから呼吸がしやすくなるんじゃないかっていうことだと思うんですけど、全然違います。痩せてすっきりするのとちょっと違いますからね。ネックリフトの首すっきりはあくまでも中の脂肪は触らなくて、外側からちょっと締める手術になりますので、中の脂肪っていうのは本当に血管とか神経とか深いところにある喉の周りですね、この気管とか食道とかの周りにある脂肪も含めて全くそこは触らないわけですね。だけど太ってる人っていうのはそういったところの周りにも脂肪がついてるんですよ。内臓脂肪がですね、深いところにある、まあその組織と組織の間にある脂肪が普通の人より多い、それがまあ睡眠時無呼吸の原因になってるんですけども、喉に脂肪がついてるっていう言い方をね、僕はちょっとするんですけども、まあそこの脂肪はですね、まあ外科的には取り除けないので、まあダイエットしかないんですね。そこの部分はもう全く触れないわけです。で触らないけど見かけ上細くするためにちょっとこう筋肉を締めるわけですね。となるともう必ず狭くなります。だからその結果的に痩せてですね、細くなったわけではないので、睡眠時無呼吸は改善しません。ペリカン手術ですね、と、まあ、睡眠時無呼吸の関連性について参考にしてください。